こんにちは。こんにちは。こんにちは。飛び出しましたね。こんにちは。また違うちょっとロケ地に来ております。こんにちは。はじめましての方もきっといらっしゃると思います。なぜならば、今日は、タイムラインの方でもお知らせをさせていただいているかと思いますので、ぜひとも、初めての方もぜひぜひ、あ、もう今か、今でした。今お知らせがタイムラインで言ってるようです。今続々と言っております。まだ皆さんの手元には言っておりませんでした。失礼しました。今言っております。伊藤さんさ、今回入ってるっけ？こんにちは。楽しみにしてました。ありがとうございます。実はですね、今日2人でちょっとすることになってしまったので、かなりねちょっとドラマタになる可能性というか、いつもみたいにスムーズに、はい来て、あれ来てみたいな、多分そういうコメントは全然できないかと思うので、ちょっと皆さんゆっくりと言いますか、一緒にやっていただければなと思います。で、皆さんの方にタイムラインが多分届いてるかと思います。ちょっと一緒、あ、そうか、皆さん今携帯見られて無理ですね。これ見てるから。実はこういうの送ってるんですね。で、開いてもらったら、こうやって今日ね、紹介するアイテムが、こうやって横にずらーっとした感じで見れるようになってますので、ぜひぜひ、これで楽しんでいただければなと。これ、あ、欲しいと思ったら、これをポチッと押して、たら、ネットを購入できるようになってますので、そこで、ポチッと押していただければ購入ができるようになってます。今回の配信内容に関しては、全国に店舗、いつものお昼のライブってそうなんですけども、一応ネット中心の、商品のご紹介になっておりますので、で、一部サンプルとして、ごめんなさい、マイクめっちゃ近いですね。うるさいかもしれない。一部サンプルとして、お店の方に、ボトムスだったりとかはお送りさせていただいておりますので、ぜひともよろしくお願いします。進化してる、そうですか、あ、そうそうそう、進化してる、そうですかって言っちゃったそうそう、このね、インスタと、タイムラインですね、合わせて一緒に見ていただければなというふうに思いますので、ぜひともよろしくお願いいたします。はい、で、今日はですね、新ファームさんの、事務所をお借りしています。リアプラスっていう、ブラウスだったりとかスカート、前回も、スタンブラウスご紹介させていただいてたと思うんですけども、一瞬でちょっともう完売して、今予約の切り替えさせていただいてるんですけども、そちらの方で、今回は事務所をお借りして、やらせてもらってます。ここも福岡の事務所になるんですけども、鍵をもらいましたもうここ勝手に使っていいよって言われて嘘でしょと思いながら、本当になので、そうそう、私しかしたいだけでちょっとよその事務所をお借りするっていう、まあなんというアットホームな感じでやらせてもらってますので、よろしくお願いしますっていうところで、ではでは早速なんですけども、皆さんの方にまず一発目ご紹介させていただきたいのが、レースブラウス16,500円、今2人で着ております。結構ね、張り感のある素材の、ブラウスです。前回、スタンドブラウスをご紹介していただいた、たと思うんですけど、いつもチャキチャキ進めて、ちょっとすみません、ありがとうございます。今日はお二人なのでコメントがなかなか読めないかもしれないんですけど、合間合間でちょっと近づいてパイパイパイって言って、ちゃんとしますので、ぜひぜひ、お待ちください。コメントは必ず、お返ししますので。で、レースブラウス16,500円です。で、2色展開になってます。ここレースツイートラインよって思われる方いらっしゃると思うんですけど、これがですね、両前で着れるタイプになってます。彼女、はい、今、白着てもらってるんですけども、ね、かわいいですよね。で、私は、背中に、見えてます。背中についております。こんな感じです。で、前のところ、あ、前なかった、後ろだったんで申し訳ないです。すごくね細かいレースなんですけども、これはポリエステルのレースですね。もう全面的にデザインをレースとして出してます。で、サイドにピンタックを織り交ぜてるので、可愛らしいレースなんですけど、割とクールな感じの印象で使っていただけるブラウスになってます。で、これは、スタンドですね、スタンドになってますので、こういう感じです。で、着丈は割とねあります。結構長いですね、なのでデニムで合わせ
てます。で、私の場合はちょっとあんまりパンツが似合わないのでいつもスカート合わせてるんですけども、こういう感じで、で、これもさっき言ったように、まあ、さっき言ってないですね、ごめんなさいここのシャツのここのスリットがあるので、こういうスカート合わせの時とかでもバランスは非常にいいです。こうインしてもらっても大丈夫ですし、そのままオーバーでも着ていただけます。で、お袖、失礼しますね、ごめんなさい、お袖はこういう感じでちょっとね、タックを折ってるような感じですね。で、お袖、ボリューム袖なんですけど、長さはね、そこまで長くないので、普通に着る分には、すごくね、動きもしやすいですし、かなりデザイン入ってるんですけど、着心地はものすごくいいです。で、綿 100% で日本製っていうところで、本当にね、長く、着ていただける商品かなというふうに思いますね。で、後ろは、こういう感じでギャザーがおられてるんですけど、これを、前にして着てるのが私、こういう感じです。なので私とかはあんまり首が詰まってて、っていうのがあんまりちょっと得意ではないというか、あんまり首が長くないのでいつも言ってるんですけど、なのでちょっとここはね抜けて着てます。それでもねやっぱりすごく着やすいですっていうのと、あとねやっぱり私たち、ね、女子がなぜ秋冬がお洋服が大好きかって言ったら、やっぱ1枚で着れて、このバックスタイルよね、バックスタイルってめちゃめちゃやっぱり大事にした方がいい。足元ってよく言うじゃないですか、足元とやっぱりバックスタイルはもう絶対的に着抜かないと、私も着抜きすぎてる体してるけどできればね、できればやっぱりちょっとでも綺麗で、こう後ろのスタイリングで綺麗な方がやっぱりいいので、絶対的にこれは綺麗な感じで合わせていただける一品になっています。ですね、ポリはレースの部分がポリなんです。ここだけですね、うん、レースの部分がポリなので、ここはちゃんと綿素材です、うん、なので、長く着れますよ。やっぱ毎回ご紹介してたと思うんですけども、シーズンで中間物っていつが揃うかなっていうところで、中間物っていうのは本当に真夏とか真冬とかを除いての時なんですけど、今中間物として一番揃ってるアイテムが今この時期なので、このブラウスに関してはかなり使いやすいアイテムになってるかなと思います。で、これが2色になってますです。袖あげたりね、できますかですね、もうすぐ着ていただけます。ありがとうございます。今は質問はね大丈夫そうですね。質問があったら止めストップって言ってくださいねそんな感じです。で、今私が合わせてるのは本当に皆さんね、たくさん見ていただいて、ご試着もしていただきました。これがレオパードのプリーツパンツ。これベージュがね、若干数残っておりまして、今在庫を、掲載させてるのがもう最後になってくるので、一応メーカーさんの方にも、ちょっともう在庫はないっていう感じなので、再入荷があったらお知らせはするんですけども、今のところちょっと、ここ直近ではもう最後になってくると思いますので、ぜひぜひ見ていただければなというふうに思います。ブラウス洗濯後アイロン必須ですか、うん、そうですね、綿素材なのでやっぱりちょっとアイロンはかけていただいた方がいいかなというふうに思います。というのもノンアイロンでも全然大丈夫なんですね。結局干すときにパンパンとちょっときついね、やっぱりこれフェイスシールド大丈夫かなと思ったけど意外にやっぱダメでしょやっぱりねパンパンってした方がいいんですけど、それでもやっぱりちょっと綺麗めに見せたいときはやっぱりアイロンはかけた方がいいです。でもかけなくてもいいです。ただそれなりの感じになっちゃうのでやっぱりね綺麗にパッとこの人やっぱ清潔だなとかっていうようにねちょっとそうそう印象が清潔だなっていう時とかはやっぱりこうパキッとアイロンかけてる人ってねですよね。だから今でもスチームアイロンとか今便利なものもね出てるので、そういったものでねやっていただくといいんじゃないでしょうか。透け感はないです。透け感は全くなしの黒も、私今黒のキャミソールを着てるんですけど、うん、どうですか、生地の厚さはしっかりあるので、そんな多分全然っていう感じ。ありがとうございます。ですね、スケスケって感じにはならない。そう、はい、黒だったらねまたこれで全然やってるの透け感は全くないので、私はちょっと前焼き派、伊原さんは後ろ焼き、もちろん私逆で着てもら着ても全然素敵だったので、ちょっと一緒に見ていただければなって。そう、袖がねやっぱりしっかりねデザイン入ってるので可愛いですよね。
ちょっと私あれ羽織りました。あ、そう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 。で、次なんですけど、そうそう、あのこれが本当は前回のあのインスタライブでご紹介したかったんですけど、ちょっと間に合わなくて、これ最初の2人。そうそうそう。間に合わなくて今回ちょっと遅くなったんですけども、ご紹介になるんですけども、これはですね、あのベスト、ダブルクロスロングジレって言って14,080円で、販売させてもらってますと言いたいところなんですが、今販売ができてないんですねっていうのも、あの1週間前ぐらいに入荷したんですけど、これ結構数を店頭で3枚4枚ずつぐらいかな入れてたんですけど、やっぱり今ベスト探されてる方が多くて、でしかもあのこれね、すごいね、着心地もいいんですよこれ。あの素材はですね、ポリだったかななんですけど、でですよね、あのポケットもこれあって、で後ろこういう感じで生地で、脇のところが実はこれこう繋がってるように見えてるんですけど、こうやってそうデザインが面白いんですよ。なのでちょっと変な感じですると、例えばもうこれ肩かけるわかります、こういうこうなんか全然これ生地がね離れてる、セパレート系なんです。でこれただ肩でつながってて、これで落としてここのクロスのところで腰止めてっていうベストなんですね。でこれが、ごめんなさい、予約販売になります。であのメーカーさんにあの店頭販売してたんですけど、あのもう全部ちょっと店頭の分も完売してしまってて、あこれはまずいと思ってメーカーさんに確認をしたら、もうメーカーさんも完売してて、で再生産に入ってるっていうことなので、9月の中旬ぐらいの、上がりになってくるっていうことなので、これ予約を受け付けます。ただ申し訳ないです、予約も明日からになるのでごめんなさい、今日予約できたらよかったんですけど、明日からになってくるので、これはぜひともちょっとチェックしていただきたいなというふうに思います。素材が、ポリエステルと、値段が 14,080円になります。でこれが、ブラウン、ブラウン着てみようか、はい、ちょっと私の上着替えようかな、ちょっと私も着替えます。ブラウンね、うん、ブラウンこの感じです。この感じです。かわいい。めっちゃかわいいですよね。なんかベースが結構デニムとか、うん、あのこういう感じのベーシックなカラーだったら、うん、ブラウン持ってきてもすごくいいかなって。伊原さんとかはね、カラーがブラウンだから、ね、合わせがいいかもしれない。すごく素敵。黒だと結構やっぱかっこいい感じで、すごいモードっぽい感じにも使えるんですけど、うんうんうん、こっちのこのカラーだと優しいイメージになると思うので、ちょっとワンピースとかに羽織ってもかわいいんじゃないかなと思います。生地アップで、ちょっと待ってくださいね、あ、なんかジレに皆様、ジレいいですよ、ね、はい、ジレ今考えてないです、明日からです。そうですね、全体的な長さからいきますね。じゃあ、私156センチでこのくらいの丈です。膝下に来てますね。結構長さはしっかりあると思います。他の方は長い感じになりますけど、でもそれがかっこいいかなと思います。私ちょっと黒カットする、はい、合わせて生地アップで見たい、生地アップで黒でいいかな。このね、とろみの感じ、なんかちょっとジョーゼットっぽい感じの、もう絶対シワにならないでしょうっていう感じです。コロコロコロってこの感じです。ジレはね、店頭予約、ネット用だけです。これはね、あのお店の方には分配できてないです。あの商品数が全然足りなくって、あのお店の方にはお送りできてないので、あのサイズ感はねフリーなので安心してきてくださいっていうのも、これで、ね、ごめんなさい、私買っちゃったんです、ね、買っちゃって、いっぱい在庫予定としてはあったから買ったら、あ、まあちょっと売れちゃって、これなので自分の私物なんですね、買っちゃったんで、もうなので店頭には黒もなくて、もう本当に予約のみで、ブラウンももう本当にあのインスタライブ用に撮ってた1枚しかちょっともうないので、もう本当にこれは予約のみの受付になるので、ぜひとも。でこれがね、すごくやっぱりベストでいいのは、あのここの紐ですよね、クロスのところで紐が取ってあるので、ここにね腰がやっぱりちょっと入ってくるんですよ。あの
なんかよくあるじゃないですか、ベストとかでもあのワンピースとかでもちょっとベルトを1個ポンと間に落としてもらうとあのウエストが入っていいですって、もう本当にねギュッとしてブラウジングする必要はないんですね。もう本当にちょっと紐だったりとか何かが腰にあの女性のねあの細いところにポンと置くだけでやっぱりメリハリっていうのがつくので、あの後ろもですねあのもう本当の簡単な作りなんですけど、ここにポンとあるだけで腰がクッと入ってくるのでやっぱり背筋もよく見えるしアクセントになってすごくあの着やすくなってきます。なんか普通のカットソーとかでもねこれでおしゃれに見えますもんね。これね私ね持ってきたこれはねあのごめんなさい販売してないんですけど今日のベストだったりとかスカートをちょっと引き立たせるためにあのマイジャストカットソーをあの持ってきました。このベストのか、お値段は、14,080 円となってますのであの一緒に見てください。 14,080 円ですね。これはもうずっとオールシーズンで使えるんじゃないでしょうか。しかもノーカラーなのでこういうシンプルなカットソーあのマイジャストカットソーで、これごめんなさいね売って販売してないです、もうあの私がもうかなり好きであの色違いで持ってるやつなのであのこういうシンプルなものとかで合わせて使っていただいてもいいのでいいんじゃないかなというふうに思いますね。そうですね、手持ちの本当カットソーとかあの薄手のニットとか、ビニットとかで合わせてもかっこいいと思います。そうですね、はい。じゃあ次のちょっとねお着替え私か。そうです、はい、分かりました。質問もマイジャストマイジャストカットソー持ってますか。私ね絶対ねカットソーのサイズこれはねきっと私のマイジャストなんで彼女のマイジャストじゃないんですけどあのきっと皆さんねサンスの中に、ね、あの何でも多分ユニクロでもギャップでもあの多分あると思うのでそういうのをちょっと高見えするためにちょっと1枚こういう技ありカーデだったりこれもしかもポケットポケットが嬉しいですねっていうところでちょっといい加減お着替えします。そうなんですね、次に行かないといけないですね。はい、わかりました。ニット合わせ良さそう。そうなんですよ、ニット合わせ絶対可愛いですよね。もうほんとシンプルなものでやっぱりちょっと羽織るだけでおしゃれ感が出せるのでこれは多分予約すごい入っちゃう。何枚確保できたんですかね。一応ねその方法でただけどちょっと足りなかったらまたメーカーさんにお願いするのでちょっと入れれるだけ皆さんちょっと注文しといてください、はい、明日から予約できるように明日から予約です、はい、しますので早めにお願いいたします。これベストめちゃくちゃいいですよね。これもね、本当あのうちの大坪さんも買ってましたもんね。すいません、スタッフが買っちゃって申し訳ございません。すいません、買うんじゃないっていう。そうそうそう、いやだってこんな風になると思ってなかったね。あのいけるかなと思って。そうそう、メーカーさんに大体在庫があることが多いんですけど、それがないっていうことがねちょっとびっくりしちゃって。あ、みちこさん150センチの身長でもいけると思います。え、全然いけますよ。156でこの丈なので、あれとしても全然その床についたりとか全くないので大丈夫だと思います、うん、で肩の感じもあの大きくないからドロップとかではない通常のタイプなので、全然、ね、難しくなくて着ていただけると思いますよ。私も普段あの S サイズとかですマイジャストカットソーだと S サイズなんですけどあの全然こうだるっと落ちる感じもないので小柄な方も比較的いけるんじゃないかなと思います。茶系茶のジレは白以外だと何色合わせ、あでも黒で合わせてもかっこいいですし、これがいい、これがこれ後から紹介するけど、そうですね、後からちらっとお見せするアイボリーとかあのベージュとかの柔らかいその茶系のお色味のトーンで合わせていただいても素敵です。なんかあんまりこう近すちょっとモカぐらいの色だとなんかあの微妙でした、うんうん、なんで少しメリハリをつけていただくか本当にあの同色っぽい感じで合わせていただくのがいいんじゃないかなと思います。冬場はコートの下でも大丈夫ですか。あ、いいかも。全然大丈夫と思います。もう生地は本当にそんなに厚くないので、であったかいんだよね、やっぱこう身頃にあると。あ、そうですね、全然違うので、風もね、していてくれますし。次いい、はい、あ、じゃあちょっとお着替えが終わったのでいいでしょうか。お次に行きます。はい、大丈夫かな、大丈夫かな、はい、キャッ、やスカート男前、男前かわからないけどわからないですけど、どうでしょう、すごく色鮮やかなスカートとなっております。これが前ジップスカート 17,600 円になってます。
これは、入ってきたばっかりです。秋冬はコートの、さっき言うと言ってた。ごめんなさい。ごめんなさい。どうでしょう、この色鮮やかなスカート。シンプルです、すごく。私がね、ちょっと着てると、ちょっと腰回りすっきりです。私が、サイズがちょっと私は LL サイズぐらいあるので、ジャストな感じなんですけども、どうしよう、井原さんやっぱ着てもらおうかな、これ。サイズ感見た方がいいから、ちょっとシンプルな、これの前に着てもらおうかな。ちょっと井原さんの、サイズ感でも着てもらおうと思うんですけども、これが、マイジップのスカートになるんですけど、サイズにちょっとね、グログランテープを合わせて、これはね、マイジップになってます。で、一応ね、裏地もついてますし、これ洗濯かだったかな。確か、ちょっと EC サイトに載せてるので、ちょっと一緒に見ていただきたいんですけども、で、このスカートは、ファスナー、ちょっといいですか？ちょっと大丈夫かな？失礼。じゃんじゃん。足がね。そう。可愛くないですか？マイジップ。なんか白いのが。そうそう、スカートだったりとか、そう、パンツとか入れて前開けて着てみませんかっていうものなんですよ。これがね、ちょっと画期的すぎて、私は可愛いと思いびっくりしたんですよね。可愛いです。これは前回ご紹介させていただいた幾何学のスカートなんですけども、これはこれで全然単品で使えるんですけど、ちょっとこのカラーのブルーをキラッと入れたら、まあなんて素敵なちょっとデザインになるのっていう、これ入れるとまたね、足だったりとか、またフレアの足の溶着が出てくるので、すごく動きもしやすくって、はいはい、色違いです。これ2色だったって、虫歯だよね。黒、ここにあるすみません、グレーを履きました。ちょっとね、この色の配色はかっこいい目の配色です、それぞれ。そうですね、うん、で黒は、グレーのちょっと光沢感のあるグログランテープ、グレーは黒ですね、うん、ライトな、なんかカラーのね、ちょっと表記がねあれだったんですけど、ライトブルーだったかな、なんかちょっと水色っぽいグレー、ね、グレーみたいな感じかな。そうそう、あんまりこのタイプって出ないんで、これもね、その日本製 の今回も事務所にお邪魔させていただいてる、ブランドさん、リアンプラスさんの、スカートになってます。でもグレーになってます。あ、グレーですね、グレーになってます。ウエストはね、ゴムです。私でも全然大丈夫な感じのゴムになってるので、ちょっとウエストのゴムも広めで、しかもポケット付きでっていう感じなので、ちょっと人とコーディネート差つけたい時とかに1枚あるとすごく便利かなと。便利かなっていうか、やっぱこれ面白いですよね、すごくね、アイディア。大丈夫ですか？じゃあちょっと閉めましょうか。閉めると、中から入ってきた人びっくりしますね。こういう感じで締めると腰回りすっきり。このね、タイトめのね、シルエットも私好き、すごい好きで、大人めな感じで、広がらないから、そう見えしますね。綺麗綺麗。お洗濯できますか？答えましたかね。お洗濯できますよ。手洗いでしていただけます。手洗いでお願いいたします、はい。ウエストはゴムついてますか？ゴムです。ペチコートもついてます。そう、ペチコートが、どこにあるかな。あ、それだ。これだ。あ、ここで。あ、そう。ペチコートは、こう一応ね、裏地ついてるんですよ。こういう別の裏地がついてるので、でも透け感ないので、履かなくてもいいかなって。例えば、途中までジップとかっていう時とかにこういうの使ってもらえればいいかなと思うので、グレーもご開帳してくださいって言われてるよ。グレーご開帳していいけど、下何も履いてないので、ちょっと何か履いてきて。黒のパンツ履いて、サムエルパンツ履いたらいいんじゃない？そう。あ、でもいいか、裏地履いてるから。ご開帳ってちょっと面白すぎます。ペチコートでセットになって、うん、黒の、本当はこれはこっちなんですね。本当はこれがこうなんですけど、黒入れるとこんな感じです。この感じ。
でこれ5回ちょっとこれですでもあのパンツ入れるのがねおすすめっておっしゃってました。あのパンツ履いてみようか、はい、うん、パンツあのサルエルの、そうそうそう、いろいろなんか合わせてきて、あの言ってくださいね、してくださいねとかって自分うん、ペチ脱いで、あの普通にもう一回5回中傷かな、ほらこの感じ、じゃ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 とこの感じなので、これはちょっと欲しいかも、私も入ってきたばっかりだからあれだけど、すごい珍しい、新しいですね。そうですよね、そう別のスカート、そうそうそう、これ全然別のスカートですよ。あの前回あのご紹介させていただいた幾何学のあのタイプです。これ脱ぎます。はい、パンツをかっこいい履いてます。もうこれもう思い切りで、これ動きたいよね。動いた時がやっぱりちょっと、そう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 、素敵素敵、この感じ。おしゃれじゃん。おしゃれだよこれ私脱いだ時のやつ、これです、あの前回、そうですね、好評いただいてた、これもね若干つあのつけてるのでおしゃれです、ありがとうございます。あのご開帳したい時とかは、中を広げたい時は中にあの好きなあのプリーツのこれとかでもいいですよ、プリーツさんって書いてた、これご購入されたお客様結構いらっしゃると思うんですけど、それとこのタイプ、この感じとか中に入れて、あのさっきのブルーとかでもそうなんですけど、うん、お好きなスカートだったりとかプリーツ系は入れるとすごく面白いと思います。そうですね、うん、あのこの外側とペチコートがセットなので、お中はさっきみたいにいろいろ柄とかパンツにしたりとかで変えて着れるというスカートですね、うんうんうん、はい、あのさっきのこれはセットではありません、この柄の画角はセットではありません。じゃあもう一つ使って、あ、下が見えません、はい、下がですか、パンツですか、はい、パンツを履いて上からスカートを着てます。でも締めるとはい、スッキリの、はい、スカートになります。ですね、長さは、私今ちょっと黄色履いてますけど、多分ペタンコでもギリギリ、ちょっとね長めの156センチでギリギリこのぐらいの、うんうん、私が160センチぐらいでちょうど良かった感じなので、ぜひぜひ。小柄な方だと、まあ、少しあのヒールがあるものとかを履いていただくと、うんうん、ちょうどいいんじゃないかなという丈感になっております。え、もう一つ、もう一つ。はい、もう一つの。もう一つ可愛いのがあるから。ちょっともう一つ。丈はね、ちょっと長めですかね。あの、トアミーってちょっと、あの、着丈の短いものが、あの、多いので、例えば、そうだな、ギャザーの、スカンツだったりとかも、ちょっと短め、ミドル丈っぽい感じのが多いと思うんですけど、それよりもね、ちょっと着丈は長くなります。と言っても、あの、今私が履いてる、これがちょっとミドルって言っても、ちょっと短めのタイプなんですけど、これよりは全然長くなるので、やっぱりちょっとモノトーン系に、こういうブルーはね、すごくいいかな。ブルーとかあんまり入れたことないので、入れたことないっていうかあんまり展開しないカラーなんだけど、なんかあのここのあのビアンさんの、デザイナーさん、今年の秋冬はブルーだってもうしきりにおっしゃってたので分かりましたって言って、そうそう、でも綺麗、ロゼルブルーは綺麗、よし、いいお色味でいいですか、はい、はい、じゃあスカート2種類目いきます。こちらのギャザースカートですね、はい、これも可愛いですよ。あのかなりさっきの、ジップのスカートとちょっとシルエットが全然違って、割とふんわりしたシルエットになります。揺れ感もあってですね、でもね、生地の張り感が割とこれあるんですよね。これ黒どこ行った、黒あるか、黒、はいはいはい、黒ね、でこれもさっきのと同じようにこの幅広めの、さっきのよりちょっと広めかもです。そうですね、さっきのも多分このくらいのゴムだったのが、うん、もうちょい 2,3 センチ長くなってる幅ですね。でこれが、ちょっと張り感のある生地なんですけど、あのお、まあ、重いかな、どうだろう、ボリューム感はしっかりあるので、普通 の、あのポリエステル系のスカートに比べるとちょっと重みはあるんですけど、うん、張り感だったり
りとかがめちゃくちゃおしゃれなので、あのすごく仕上がりになりますよね、このねスカートがね、ねシンプルで、うんうん、そう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 。でもちろんオーバーで出してもらっても大丈夫なので、一応黒も、はい、色違いですね、黒とカーキの2色になってます。素敵、うん、前面はですね割とスーッとそのままシンプルなんですけど、サイドがですね、ここからちょっとギャザーが入ってふんわりするようなシルエット、両サイドにですね作ってあるので、横に少し広がったような A ラインでシルエットになっております。しかもポケット付きです。ポケット付きです、うん、ポケットも入ってます。両サイドポケットです。で後ろはまたシンプルになっているので、サイドだけちょっとこうふんわり見せるようなシルエットで作ってます。これも丈感結構長めなんですけど、156cm で、今3センチか4センチぐらいのブーツを合わせてます。でこのぐらいの丈感です。見えますか、かわいい。これさっきよりちょっとな短めになっちゃうかな、丈がね。そうですね、うん、さっき の, あのジップのスカートよりもちょびっと短いかなと、うんうん、思います。お値段は、こちらのスカートは、17,600円税込みです。でお色味が2色になっております。後ろ姿ですね、ちょっと待ってください。こんな感じです。このカットソーがいいよね、マルシャルのカットソーが。そうですね、このトップスはあのクワミでお取り扱いしているマーシャルテル のここがチュール、こことここがチュールになっているトップスなんですけど、あのインスタライブでも多分今まで何回かご紹介していたトップス、すごいシンプルなのでちょっと伊原のマイジャストパックス。そうですね、ジャストマイジャストパックス。そうで、ね、はい、こんな感じです。どうでしょうか、かわいい、ありがとうございます、はい、じゃあ行きますか。もうスカートは一応さっきのが、ね、今回の新しいタイプです、はい。これはもう販売してますので、オンラインでぜひ見てみてください。そうだそうだ、こっちの、スカートの方は、お店の方に置いてます。各店に置いてるというか、サンプルで置いてますので、ご試着されたい方はぜひされてみてください。で、さっきの、こっちは、置いてないんですけど、これに関しては、これを着ていただいて、あ、若干こっちの方が長めかなっていうような感じで合わせていただければ大丈夫なの、考えていただければいいので、ちょっと不安な方はあのこれ店頭に置いてるのでちょっと合わせて着てみてください。やっぱこれ、ね、ボトムスだけはね、トップスは結構いろいろサイズ感とか割とちょっとあのゆったりめというか、あのそんなに問題なく合わせれるようなやつをしてるんですけど、まあ、ボトムスだけはちょっと皆さん不安な方は履いてみてください。ただ本当あのウエストはゴムになってるので、うんうん、はい、安心かなと思います。いいですね、はい、はい、じゃあ何気に行きますか。着替えました。続いて合戦ツイルギャザーフルオーバーですね。これが優秀なんです。これがすごく、これはねえ、いいよね、これ色違いしたほうがいいです、ね、絶対したほうがいいです。これ17,780円、まあ なんてお値段かわいいですかというところもそうなんですけども、あのすごくね着心地がいいです。こんな感じです、トゥル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 の感じです。フローはかわいいですよね。あの結構去年一昨年からなんですけども、お袖リブのブラウスってよくトワミーでもご紹介させていただいたと思うんですけども、今回はお袖リブがこのシャーリングのねゴムになってるんです。なのでリブにしちゃうとどうしてもカジュアルダウンしてしまうんですね。あのリブっていうのはスポーティーなイメージだ、さっきのスカートとかもそうなんですけども、よりカジュアルな感じになってしまうんですけども、今回はシャーリングのゴムになってるので、このブラウスの世界観は壊さずに、腕まくり族腕まくり族の方が一定数いらっしゃいますので、その方にも安心してあの着ていただける1枚になってます。すごくね着心地がいいです。でこれはですね、あのこれも実は両前で着れるようになってて、あのインスタの、あインスタじゃない、タイムラインじゃない、すいません、ネットの方に掲載している伊原が着てるコーディネートはあの逆に合わせてるんですね。ガクガクもちょっと後でね着てみようかな、うん、っていう感じですね。伸ばすとこの感じ、お袖も脇のところもしっかりゆとりがあるので、これお仕事用のブラウスとかでもすごくいいと思います。どうぞどうぞ、
今、はい、彼女が着てるのが、これがベージュ、ベージュ、アイボリーですね。色違いですね、さっきの黒と。そうそう、黒とアイボリーと、これがベージュ。ベージュもちょっとピンクっぽいベージュになってくるので、深め、ピンクっていうか、なんか深めなの、深めな感じの、そうそう、言ってる深めの感じのベージュなので、すごくね、いい色ですよ。ブラックコーデとかでもすごくいいです。うん。このね、3色になってるので、どれもね、なんか捨て色がない感じで、すごくいいです。井原さん、絶対もうちょっと前に来た方がいいよ。ブルーオーバーの色展開、あ、これです、ね、あ、そう、3色です、3色です、ちょっと百さん、百さん、はい、原さん、原さん、出た気が出た気な、ほんと使えると思います、気持ちいいよね、肌触りすごいいいですし、柔らかいし軽いしですね、本当になんかちょっと上品見えする感じなので、うんうんうん、うん、割とね長さがあるのでヒップのところも隠れるぐらい長さがあるのですごくね着心地はいいですよ、うんうん、はい、スカートとかだったらこう全部入れていただいてもいいですね、そう全部入れてもなんていうのかな、変に出すのが下手な時でもなんとなく綺麗にこの生地だとごまかせるんですよね、はい、ここだけほんとちょっと入れてます、この感じも可愛い、上品ですよね、うんうん、使える、本当はねもうちょっと本当はこういうのがあって忘年会とか何々会とかね今ちょっとできないけどあるじゃないですか、そういう時にこういうのが1枚あったらもうサッと出せて、もうしかもなんか洗いもできるしものすごいストレスなく着れるので、後ろも見たいですって、やっぱ後ろも見せましょうか、はい、これちょっとひっくり返して、ひっくり返してで、ちょっとあなたが着たやつでして、あ、ボタン、そう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 っていう感じ、あ、今日は76人のお昼間なの、おすごい、ありがとうございます、すごいドットのパンツめっちゃ可愛いですよね、はい、そうそう、この感じです、前後ろ変えました、これね意外にね詰まってないんですよ、私もあんまり詰まってるの苦手って言ってるんですけど、これはね割とね落ちますよね、そうそう全然ね詰まった感じがないので、首元がギュッてしてるのが苦手な方とかでもすごくいいです、で程よいです、そうそう、開けちゃおう開けちゃおう、ジル羽織って、お、かしこまりました、少々お待ちください、かしこまりました、後ろをねまたお見せしますので、あ、これでさ、あ、ちょっと黒インナーが見えない、押して、あ、パンツ買います、パンツ、これどれですか、ちょっと前説明してないのに買いますか、いいですけどちょっと入れてください、前こんな感じです、前入れて、入れてちょっとブランドの、ね、可能性を、そうですね、あー、かわいい、かわいいね、はい、いい、素敵素敵、トータルコーディネートいいと思います、なんかやっぱ便利だよね、あ、かわいい、このね後ろ見た時のここのベストから出るこのお袖のタユタユ感、タムタム感、タムタム感なんていうの、タルタル感、タルタルタル、嬉しそうすごく綺麗おしゃれおしゃれ、この最後のね、うん、このそう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 、でも一緒の色じゃないですか、もあ、これとこれはちょっと一緒に買った方がいい組み合わせですね、色的にも、ね、そうですね、可愛いです。このトータルでいかがでしょうか。あ、コーデ最高。やったー。じゃあちょっと待って、パンツもね、今から説明しますね。そうそう、パンツに行こう。これも、こっちの後ろの感じ、多分、皆さん。あ、そうですね。ちょっとバックスタオルいきましょうか。あのね、意外に、ボタンを前にしたとき、うん。あ、そうそうそう、ごめんなさい。こんな感じです。うんうん。見えますか。見えます。ドゥ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 、この感じです。綺麗、なんかほんとここがね落ちてるからいいです、いいです、綺麗だよ、ここ流れる、そうそうそう、揺れ感がとっても素敵です、素敵です、うん、どうでしょうか、あ、この組み合わせ最高なんですか、嬉しい、嬉しい、嬉しいですね、店頭購入は、どっちの方かな、あ、そうそう、ドットのパンツの方は、店頭は、店頭での購入はできないんですけど、ご試着ができるようになってますので、ぜひぜひ見てみてください。ブラウスはネットだけの、限定の商品になってますので、在庫があれば各
店にちょっと振り分けはしていきたいなと思うんですけども、メーカーさんもさっきベストと同じように今ねなくなっちゃってることが多いので、今回のご紹介に関してはいつもなんですけども、ネットの限定というか先行という感じで販売をさせていただいております。サイズがね、そうそうそう、サイズ感はこれなので、安心して着てもらって大丈夫ですよ。パンツとかだけはちょっと心配なの で、ね、心配っていうか、それでもこれとかも結構後ろのところとかもゴムなので全然ね結構大丈夫なんですけど、ごめんなさいね、私はパンツがあんまりちょっとごめんなさい履けないので、そうそう、いろんな、うん、体型の方いけるかな、うん、合わせられるかなというふうに思いますので、はい、ぜひぜひ、はい、パンツはねごめんなさい、これはね洗えないんですよ。ちょっとパンツの説明いきましょうか。これがドットパンツですね。ドットパンツなんですけど16,500円になっております。これが、素材がポリエステル 100%、 サイズが38サイズになってるんですけども、ちょっとねサイズはねゆったりめです。伊原さん大体も36サイズが多いのですけど、なので伊原さんで言うとちょっと腰が余っちゃう感じなんですけど、通常の38サイズから40サイズ、それこそ、マルシャルテルの2番買われてる方ぐらいは全然綺麗に履いていただけるかなというふうに思います。もっと後ろに触ってほしい。うんうん。コメントで下が見えない時あるじゃないですか。その時ポツッと下の方を触ってもらったらコメントがね消えるので、そしたら足元とか綺麗に見えるので、コメント消してほしくないので私たちは見ますけど、足元よかったらそういう形で一部ポツッと撮ってもらうのもいいかなというふうに思います。ちょっと裾にかけてのちょっとすぼまった感じでね、可愛いです。割と横はねしっかりあります。この幅なのでちょっと心配な方はね、何でしたっけ、店頭のねちょっと商品、置いてますんで見ていただきたいんですけども、で前に行ってもらうと一応ポケットもついてるんですけど、はい、無駄なねステッチとかはねしてないです。こことかも全部アイロンというか折りでプレスでかけてやってるので、無駄にこういうとこステッチが入ってたりとかはしてないです。で横にグログランテープ、後ろはゴムで、後ろのポケットはついてないですね。結構彼女が来てヒップちょっとお尻のところまだそうそう羨ましいんですけどこの感じでいいですね。で一応これが、ベージュはやっぱりね可愛いですね。結構ドットが目立ちますね。そうそう黒系のドットなので、これはドライクリーニングにしてください。フランスの生地はポリエステル100です。ポリエステル100です。はい。はい。テープかわいいですよね。で、これがネイビーです。ネイビーちょっと男前な感じになります。ちょっと光沢があるようなネイビーなんですけど、全然ブルー、なんかこれで見るとちょっとブルーっぽいかな。結構黒みするような、色かなっていうぐらい、濃いめのネイビーになってるので、すごくね、いいですよ。ちょっとシャンタンっぽい感じの生地っぽい感じがな、ちょっと表面感はですね。うん。結構黒合わせで着た感じもすごいかっこよかったです。ですね。色とかコンで合わせて、うんうん、ちょっとワントーンなんだけど、このドットの感じが見えるようなですね、感じで着たコーディネートオンラインの方で見えるかな。見れます、見れます。はい、オンラインの方載せてるので、はい、そっちで合わせていただくといいかなと思いますね。うん、ネイビーも素敵ですよね。これはね、なんか本当にどっちと色とってもいいかなって。なんか、ベージュの方が結構パッと見ね、可愛い感じはするんですけど、ネイビー、やっぱりドットがね、あんまり、ちょっと恥ずかしいなとか、ちょっと怖いなっていう時とかはこっちの方でチャレンジされる。そうそうそう、されるといいかなというふうに思いますね。はい。じゃあ、続いてもう一つパーツがあるので、合わせてもらいましょうか。はい。はい。で、そう、私が今履いてる、これはさっき履いてたののダルメシアンなんですね。これは色がもうブラウンとブラックだけです。グレーの方がもう全部完売してしまったので、これとこれ同じに見えるんですけども、ヒョウ柄とダルメシアン在庫が残ってる分になりますので、これもちょっと一緒に合わせて見ていただきたいなというふうに思います。で、あ、これじゃない、さっき履いてたよね。
ちょっと今ね着替えが多くて迷子中です。でこれさっき履いてたタイプですね。これやっぱり使いやすいです。本当にシンプルな今の T シャツとかでもいいですし、私今でもかなりガンガン使ってます。この着丈がねちょうどいいのでね。であとはずっとやっぱり地味に触れてるこれですね。名前忘れちゃった。名前何だったかな。これ忘れちゃった。これちょっと難しい。建築異素材建築プルオーバー、嘘、多分きっと嘘ついたと思うんですけど、これが2枚かな、メーカーさんに在庫入れてもらって、ちょっと今店頭にの、店頭というかネットに掲載してる分でまたこれも終わりになりますので、よかったらぜひ見てみてください。あ、グレーのダルメゲットされてる方がいらっしゃいます。早めのご購入良かったですね。いや、私もね、あれはすごくね、色味がまたいいので、またメーカーさんが作ってくれたらいいですね。ただ、メーカーさんが今、セブンデイズさんですね、新柄、新しい柄で、このプリーツのタイプを作られてるそうなので、そっちをまたね、楽しみに待ちたいなっていう感じですね。はい、続いて。はい。続いて。パンツ2つ目、これはサルエルパンツ15,400円のパンツになります。これですね、もう本当にちょっととろみがある感じで、これこそなんかさ、ちょっとオフィス系のスタイルだ ね、この感じでいっちゃうと、うん、めちゃめちゃ楽ちんです、うん、でこれがグレーにこの2色になってて、これもサイズ感的にはだいたいぐらいだね、まだシャルのに、ね、結構そのゆったりありますよ。ゆったりあるし、お尻のところもあって、こっちはね、若干ストレッチも入ってるので、で、しかもこっちは洗えます。洗えるので、すごい便利です。で、後ろに、ちょっと華奢なレースが、ポポ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 ポ。この感じ、サルエルパンツ。懐かしい、確かに。で、こっちは、グレーはちょっとこの感じですね。華奢な感じ。うん。チュールレースみたいな感じで素敵ですよね、大人っぽい感じで。これもね、一応店頭の方にはご試着いただけるようにサンプルで置いてますので、ぜひぜひ一緒に見ていただきたいなというふうに思います。かわいいね。ですね、使えるよね。これももうシワにならないので、やっぱりそのご旅行の時だったりとか、何かある時とかにこの2つ持ってたら、出張だったりとか何かある時はもうそうそうくるくるっぽいって、これもくるくるっぽいってして、ね、でご食事行く時は何かアクセサリー足して使っていただくといいんじゃないかなというふうに。一番大きいマルシャルのには一番大きいサイズ、そうです、マルシャルのには一番大きいサイズで2になってくるので、それで合わせていただいている方に関してはこれは全然余裕で綺麗に着ていただけると思いますので、なんかサルエルというかやっぱりこのテーパードタイプは着てますね。でこれも大きくめちゃくちゃサルエルっていうよりも生地感が落ちてるので、思いっきりなんていうのブワーッと広がるサルエルっていうよりもすごくテーパード見えするサルエルなので、すごくね使いやすいですよ。サルエル自体はやっぱりすごくね、やっぱりちょこちょこちょこっと入ってきてはいるので、じゃぐるぐるっと綺麗ですよね、まあ、この落ち感とろみ。これちょっと小柄な方は裏技で人曲げすると、うん、丈が私その156センチで、さっきの丈だと若干やっぱり足首かかってるので、うん、人曲げするとくるぶしがちょっとギリギリ出るかなぐらいな感じなので、小柄な方でこういうゆるっとパンツを好きな方はちょっと曲げちゃってもいいんじゃないかなと思います。素敵です。ちょっとスッと合わせれる少しだけで、そしたらどうしようかな、次これ着てもらおうかな。ちょっと最後のね、これ、はい、これは全然バルーンのところにありますね。千葉だったりとか、池袋、ちょっとなんじゃいっていう感じなんですけど、今から着替えてもらいます。私もちょっと着てみようかな。あ、誰からも、画面からいなくなっちゃう。ちょっと待ってくださいね。ちょっと待って、一瞬、はい、すいません、来ました。すっきりありがとうございます。もう今日さ、いつも3人でしてるんで、あれなんですけど、ちょっと今日は2人でやっちゃってるんで。コメントがね、読めなかったりとか、でも多分きっと拾えてると思います。大丈夫かな。質問はね、拾えてる？拾えてると思うんですけど、
通のコメント読めてないので申し訳ない。引っかかった引っかかった引っかかった一緒にかぶっちゃったんで申し訳ないですね。よいしょ、ちょっと待ってね待ってくださいね。受けた受けた、何が受けました受けました、何がですか、面白いなきっと何かが受けたのと思いましたちょっとこれがね最後のご紹介になるので、はい、はいはい、ニットピペストインナーセット17,800円になっております。セットです。これは中の、ブラウスとこのベストがセットになってます。で、私ごめんなさい、ちょっと急にこれ着てしまったんですけど、これだけ着ちゃったんですけど、ベストだけ着ちゃったんですけど、あんまりこの色似合わなかったな。こっちの黒なんかちょっとあんまり似合わなかった、ごめんなさい。この中にあのシンプルなこのブラウスが入ってます。こっちはスリットとかは、特にあのサイドのシャツのメロ仕上げですね、あのタックあの何か折ってるっていう感じじゃなくてメロ仕上げになってて、で襟元もこういう感じシンプルなタイプのインナーがセットになってて、ベストが、色違いでついてるっていう感じですね。で色味が、オートミールがこの色、この色、ちょっとさっきモカっぽい色合いですね。そうですね、モカっぽい感じですね。でこれがブラックと白で、これが、グレーグレーですね、グレージュと、私はさっきのごめんなさい、あのおしゃべり しながら黒 の合わせでしてしまったので、私なんかこの色よりこっちの方がいいのかな、こっちの黒だとこっちの方がいいかもしれないです ね黒ベージュ、ちょっとライトグレーすぎたかな、ちょっとあの急にこれはあのちょっとバッと着てしまったので、ごめんなさい、でもいいですいいです、でもこういう感じで合わせていただけるので、でここの私でちょっとこう開けてみたんですけど、こういう感じであのスリット風にもできますし、もちろんこういう感じで入れて、あのネットサイトのネット販売サイトがなんか新聞のやつで気なりだってわかります、なんかよくあの生活ライフスタイルの、提案してる気なりのさんとかにもこのマオメイドさんの、このセットが掲載されて、すごいそこでも人気で、あの商品あの特集されてたのがうちにもちょっと入ってるので、あのぜひぜひ見ていただく、これなんかシンプルなんですけどすごく使い勝手がよくって、お持ちのベストだ、お持ちの、カットソーだったりとかで合わせていただくとすごくいいかなというふうに思います。着心地がすごくいいです。シャツもね、なんかあの襟がないのが面白いですよね。そうなんかあのさっきみたいにノーカラーというかメロ仕上げのこのタイプになってるので、すごく襟仕様が綺麗かなというふうに思います。袖がこんな感じでちょっとスリットが入ってるので、あのこれですね、あ、かわいい、それがめっちゃおしゃれ、はい、そう私はね、あ、私ロングのシャツ持ってくればよかったね白のね、忘れ物しちゃいましたあの忘れ物しちゃった、黒もいいけど白の方がやっぱりかわいい、白の組み合わせの方が、首詰まりはどうですか、あんまりね詰まってないですよ、あのちょっとね横に広い感じかな、上はしっかり詰まってるんですけど、サイドのところにちょっとあの一つぐらい指一つ二つぐらいはあるので、全然グーッと詰まった感じにはならないので綺麗かなと思います。先、ね、もお尻私が全部隠れてますけど、160センチぐらい肩でも半分は、そう私の感じでここなので、ね、あんまりお尻の高さが一番あるところで隠れてくれるかなっていう感じですね。首周りのフィットはもうすごくニットなので柔らかいです。中のブラウスに関してもあの横幅のある感じで、多分ここだよね、そうですね、白の方はこの辺ぐらいですよ、全然まだ下の方なので全然大丈夫です。大丈夫、これセットで17,800円です。でしかも洗える面です。両方洗えるので、あの今日は洗えないのはパンツかな？パンツかなぐらいだったかな。ほとんどあとは手洗いが
できる、一応掲載のところにも載ってるのでぜひ見てみてください。ちょっと脱ぎます。また誰も見なくなっちょっとなんかやっぱりちょっとこれに戻した着てみたもの、ね、なんかちょっと色がやっぱりあまりちょっと納得いかなかったな。あのたくさんの人が見ていただいてるのでちょっとでもあの綺麗になるとおしゃれに見える方がいいかなっていう感じですねっていうところで、もう1時間経ちそうだよ。あと5分ですね。5分ですね。まあまあ別に時間は気にしなくても大丈夫なんですけど、一応ご紹介の商品は全てご紹介できましたので、脱ぎ方、私の脱ぎ方見られてた、失礼しました、失礼いたしました。こんなに脱いでたね。もう本当に画面から一応外れたら大変なことになってるんですよ。これはちょっと見せれませんが、残り5分で皆さんの聞き忘れたこととか、あ、そうそうそう、私のコメント拾われてないとかあれば、ね、あれば言ってくださいね、はい、どれだろう、やっぱり驚きはやっぱこれかな。一番のちょっと盛り上がりポイントはご会長のところですかね。これがやっぱちょっと面白かったですよね。そうですね、うん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 、いつもありがとう、楽しい、嬉しいです、ありがとうございます矢野さんの着ている洋服はポケットありますか。今着てる、あ、このねプリーツのねタイプはないです。このタイプはないですよ。ポケットあるのは、そうそうそう、これもポケットあります。こっちもポケット。だいたいシンファームさんの、リエさんの、タイプは全部ポケットついてる。うんうん、ポケットあるのでいいですよ。ポケットありってめっちゃポイント高いですよね、やっぱりね。私もそう思います。あ、そうか、最強ポイント。ありがとうございます。ちょっと2人でしたけど、やれたね。そうですね。やれたね。いけましたね。やれたね。っていうところで、ちょっとそろそろ、終わりになりますが、今日は実はスペシャルデイで、今日私たちね2人でしたんですけど、夜は夜で、何時から、あ、明日オンライン購入するのは何時からですか、何時だろう、日付が変わってからかな、ちょっとごめんなさい、それはわからないです、ちょっと調べます、多分日付が変わってからだと思います。矢野さん、娘がファンです、あー来てください、会いに来てくださいっていうところで、今日スペシャルデーで、予約が始まったらまたお知らせします。多分日付が変わってだと思うので、明日になったら多分きっとベストですね、ベストだけ明日になるので、申し訳ないです、今日予約ができたらよかったんですけど、今日予約ができないので明日からの、ね、ちょっと予約の設定になってしまうので、ちょっと入荷しだ、できたら予約できますよってお知らせを一応していきたいと思います。で、今日はジレンクリスケでした。そう、ジレンいいよね、やっぱりね、メーカーさんがないって言うからもう本当にびっくりした。私本当にもう何回も何回も紹介しようと思っていっぱい考えて考えて、いつ入荷ですか、いつ入荷ですか、入ってきた、じゃあ在庫ありますか、ありませんって言われたらそうやと思って、もう本当にねちょっとびっくりしたんですけど、まあ再生産入ってくれるっていうことなので、ちょっとこれを待ちましょう、そうそう、待ちましょう、待ちましょう、争奪戦か、いやどうだったそうですね、ごめんなさい、私は持ってますっていうところで、ごめんなさい、スペシャルデイの話をさせていただきまして、今日の夜21時夜ですよ、21時いや大人の時間ね、そう大人の時間にまさかの、熊本の沢田と、バイヤーの山内が2人でなんかお話しするんですけど、ね、お話しするこのインスタだね、インスタトワミーの中でこうお話しして、なんかいろいろねちょっとディープな話とするんですって、嘘です、嘘です、ちゃんとアクセサリーと商品ね、ちゃんとね、トリプルOのなんか新作のやつがいっぱい入ってるから、多分2つ画面になるのかな、多分中継になるので多分2つになると思うんですけど、こうやってねなんかこう近くで、うん、多分夜のねキャンドルとかするのかな知らないけどすごいから私もちょっとお酒も飲んだりするかもなみたいなことを言ってたら、じゃあ皆さん一緒に乾杯しましょう、ね、私も多分きっと今日帰ってね、ビール2杯とか3杯目ぐらいにちょっと9時だったらスタートするかなと思うので、チビの寝かせは諦めます、私も入りたいんですけどね、そしたら多分きっと双子がやん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 入ってくると思うので、ぜひぜひ今度ね矢野さんもやってください、夜やります、私もいっぱいいるから家にハードル上げてないですよ、すごく楽
しみにしてるので、そうそう、初めて、そう初めて、しかもアーカイブ残せないらしいので、あのもうその9時に、9時のその時間に集合した人しか見れない。それはちょっとどうします？それは困ったなじゃあもうそのリアルタイムで待ちましょうか、せっかくなので今日です、今日です、はい、今日の、9時からっていうことなので、はい、楽しみ、楽しみ、私もそばに終わってもうダッシュで見てみましょう、はい、何の話が取れるのかなっていう、いや本当にどんだけもう下心しかないけどまあいいやっていう感じですね。またあの会いましょう。あのそう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 、あとですね、福岡が今リニューアルしてて、あの福岡のとこですね。で、あの福岡も新しくちょっとお店がね、バルーンのところに広がってて、でそこにインスタライブができるスペースを9月の6日からかな、できるようになるので、いつもねこうやってすいませんちょっと事務所貸してもらっていいですかって言ってたんですけど、これがあの店舗でできるようになるっぽい、なるっぽいというかなるので、多分きっとなると思います。あのちょっと環境もう一回見てみますけど、あのそしたら入ってきましたこんなのみたいな感じでちょっとねお伝えしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。いつも終わりが長いので、じゃあまたねっていうところで、またぜひぜひ楽しみにしてください。今日の夜です。ありがとうございます。